時計の針が虹を刺す時、今宵も眠れぬ夜が訪れる。一人星空を見上げながら涙を流していた。どうしようもなく辛い出来事は誰にでもやってくるものなんだよ。だけどそれは人生という物語には大切な1ページ。だからたとえ誰かに否定されても、たとえ誰にも認めてもらえなくても、心の扉に鍵をかけないで、孤独に負けないで、ありのままの自分を